こんにちは。こんにちは。橋本圭一です。よろしくお願いします。窓越義明です。よろしくお願いします。このチャンネルは僕たち二人でいろいろな剣道の話をしていこうというチャンネルです。剣道の奥深さや文化性を正しく伝えていき、一緒に剣道感を高めていきたいと思います。今日のテーマを発表してください。はい、今日のテーマは剣道具です。はい。はい。いつものように、トランプのように、はい、剣道用具が色々書いて、はい、今日忙しい社長いないんで。いないんですよ。今日出張なんですよ。はい。はい、忙しい社長いないんで、僕が。引いていいですか、じゃあ。どうぞ。はい。で、はい。じゃあ、引いてください。いや、はい、来ました。はい。面。はい。面。結構、あれですね。今日面です。剣道具が続きますね。そうですね。小手だったり。そうですね。面だったり。はい。はい、じゃあ、今日はちょっと面について、はい。お話ししましょう。はい。先日、YouTube で、三段五段さんとの話も見ましたけど、はい、面にこだわりがあるって見ましたけど、言ってたよ。そう言ってたよ。言ってました。そんなの YouTube 見てください。本当ですか。あと、剣道具どこにこだわりありますか、まあ、後で拝見させていただきますけど剣道具どこにこだわりありますか。面です。面小手じゃないですか僕。でも面って言う人よ。面、なんだろう。何ですか。こだわりですか、うん、こだわり、うん、まあ当たり前ですけど、はい、肩の可動域を、うん、になるべく干渉しない、うん、柔らかさを持ちながら。それ言ってたよ。言ってました。それ言ってたよ。全然覚えてないな。だから絶対そうだよ。あ、そうですか。もう失礼しました。で、なおかつ、うん、まあ、薄いやつだと当たり前ですけど痛いし、うん、なんだろう、耐久性も悪いから、うんうん、やっぱり厚さが、まあ、そこそこある面布団、うんうんうんで、うん、なおかつ、腰のある、はいはいはい、腰がある、矛盾してるんですけどね、うん、腰があるけど柔らかい、そうなんですよね。でなおかつ矛盾ですから、はいはい、ですよね、はい、で肩関節に干渉しない、はい、まずそのものかな、まあ、そうですね、はい、であとバランスですよね、うん、そのやっぱ、うん、面金だけが重くて面布団の方が軽いと当たり前だけど、うん、前に重心かかってしまうから、はいはいはい、おのずと姿勢が悪くなったりとか。やっぱりプロの言うことは違いますね。いやいや全然こだわり、いやでも言ってました、そんなこと。いや言ってたか、そこまで言ってたか分かんないけど、はい、やっぱりその剣道家で、はい、そこまでこう面を理解してる人っていうのは俺そこまでいないと思うんですよ。そんなにいないと思うんですよ、はいはいはい、うん、やっぱりそれってこう剣道具屋さんがこう考えているレベルを超えてるんじゃないかなっていうぐらい、あ、まあ、もちろんそれだけ稽古してるから、はい、その道具の大切さとか、はい、そのポイントとかを感じるんだろうけど、はい、うん、そうだな、やっぱり。あとね、やっぱね、面紐と面布団の相性もありますね。あ、はい、面紐と面布団の 相性っていうか、うん、それで僕は全て検証したわけじゃないから何とも言えないんですけど、うんうん、こんなに面布団、うん、特にそのこめかみの部分、はいはい、柔らかいのに、はいはいはい、その面紐をこの面紐で縛るとなんかしっくりこないんだよなとか、その痛いなとか、こめかみ痛くなるなとか、あと後頭部痛いなとかもあるし、はいはい、逆にこんなに塩がもう、うん、もうなんていうんですか、含んじゃって、はい、もうカッチカチになってるのに、この面、はい、この面布団で別に面紐縛ってもずっと痛くならないなっていうのもあるし、うん、そこは全然その理解ができない、はいはい、納得はしてないんですけど、はい、それはあるなと思います。面紐が細い方がいいと、いい面もあれば、うんうんうん、ちょっと分厚くて、はい、太い、ちょっと太めの、ね、松の紐の方がいいなって時もあるいきなりマニアックそれはだからありますよ、ね、ま、多分松って言っても分かんないから、はい、紐の片打ちの藍染めの面紐は松、はい、竹梅とあって、はい、基本的にはね、あ、はい、あって、まあ、松が一番高い、はいはい、うん、でいう松が今太いっていう話ですね。いきなり松の面紐って言ってもこの人たち何言ってるのかなと思う。あ、分かんないですかね、うん、そうか、そっか、それはちょっと感じるときありますね。だから手出しの防具つけるときに、うん、まあ、まあ、まあ当たり前ですけど手出しだったらやっぱり松以上の面紐になってるわけじゃないですか、はいはい、そうするとしっくりくるときもあれば、うん、機械差しの面で松の紐をつけてるとなんか痛いなって、うん、バランスがあって、ね、はい、なんかね、うん、そこは
正直自分自身でも分かんないですね。だから面紐が嫌で面紐取り替えるとかもありますよね、はいはいはい、この面それは分かる、面紐合わないから変えようみたいなのはあります。うん、まあ、結果全部待つのがいいのかなって思うんですけど、あ面はやっぱ硬い、硬くなるのが早い。あ夏は硬くなっちゃいますもんね。あでもそれはちょっと分かる、はい、で も, もうやっぱ梅は一応面紐の話になったけど、はい、梅の面紐をこう新品の状態でいつも俺は6尺をあえて使って、はい、それをこうガンガンにタオルで濡らして、はい、伸ばして、はい、色を落としといてやると、はい、やっぱり締めやすいなと思う。うん、ただ確かに硬くなるのも早いというか色落ちも早いですよね。それはね若干ねあるけど、でもまあ総合的には使いやすいなと思うけど、まあ洗えばいいんですけどね、うん、大体みんな洗わないじゃないですか、うん、綿紐、うん、やっと最近はみんな綿を洗うようになりましたけど、はいはい、綿紐はなかなか洗わないですよね、うん、僕は綿紐を洗っちゃうんで、うん、なんなら違うも洗っちゃうし、うん、も胴紐とかもガチガチになるんで、ね、ですよね、うん、汗やっぱ塩分が入ってるんで、うん、あとブシューのやっぱり紐はいいな。あですよね、やっぱりうんやっぱり糸がいい、うん、糸がいいし綺麗だから、はい、こう波打ってないっていうか、あ、あれはやっぱり総合的に言うとどの面にも合うかな、うん、あれ韓国でたまたま僕が見つけた面紐よかったじゃないですか。よかったね、よかったですよね、よかったよかった。たまたま触っててなんか、ね、橋本先生とかなんか言われて、うん、なんか向こうの防具屋さんに、うん、ああこんにちはとかって言ってで面紐触ったらこの面紐なんか良くないですかって言って、あれ結局仕入れなかったけど、あ、知れなかったですか。うん、場では買ったけどね。あまあ、買おうと思えば買えたんだけど、その後に結構いい品が入ったからさ。あれ良かったっすよね。良かった。あ、こんなの使ってんだって感じだったっす。うん、ちょっと麺紐に脱線しちゃったっすけど、麺紐で6分使っちゃいましたよ。あ、使っちゃいました。麺ね。麺。でも、麺金が、はい、こうチタンのものって使ってる？使ってます。あ、でも、ジュラルミンの方が多いかな？ですね。うん。うん。ジュラ、うん、そうっすね。ジュラの方が多いですね。うん、やっぱジュラの方が、まあ、そもそも軽いですから ね、うん、そのね、重さで言ったら、うんうん、ただやっぱりチタンの方がやっぱ輝きが全然違うし、 そうですね、うん、それこそその視界の広さとかにもつながってくるんじゃないかなって僕は思うんですよね。面金の太さはチタンの方が細いですから。そうですよね、うん、だからそれを考えるとチタンの方がやっぱその特に試合とかやる以上は、うん、視野が広い方がいいんじゃないかなって思いますけどね。あ、であとジュラーの方が傷がつく。まあそうだね、はい、うん、まあ、それはあるね。やっぱその傷がつくのもかっこいいこともあるんですけど、うん、やっぱジュラルミンすぐ光沢なくなるじゃないですか、うん、やっぱ結構なんかギザギザっぽくなるじゃないですか、うん、はいはいはい、だからだったらやっぱチタンの方が。そうね、まあ、やっぱ高級感はチタンの面金の方がまあ断然にあるね、はい、やっぱこう試合とかそれこそ写真とか見ても、はい、やっぱあいい防具だなって。ですよね、やっぱそれだけでも、ね、チタンの方がやっぱ輝きがあるし、うん、光の反射っていうか吸収が違うと思うんで、うん、チタンの方が、うん、いいかなと思うけど、やっぱ若干重い、うん、まあね、チタン自体はね、うん、重いから そうですね、うん、それは、まあ、僕も頚椎良くないんで、うん、その重い面を使ってるとやっぱ首に負担かかっちゃうっていうのはあるんで、うん、あと首の負担で言ったらその顎、はい、突き垂れの顎が、はい、これ俺の持論なんで、はいはい、まあ、それ、はい、顎がこう横から見た時に出てる面はやっぱり頚椎をやりやすいと思う、はいはいはい、うん、むち打ちっぽくなることが大きいってことですね、うん、そうだね、やっぱりこう体に近いというか、はい、そっちの方が絶対こう打たれた時のダメージは少ないと思うんだけど、まあ、職人さんによってはそれを出すっていう人もいるので、うん、今日の最後の月の時は大丈夫だったっすか。もういい仕立てだから仕立て方がいいから吹っ飛んだでしょ、はい、めちゃくちゃ吹っ飛んだけど、はい、大丈夫大丈夫だったっすあ間違ってない間違ってない あんなね、はい、あんな吹っ飛ぶね、はい、月を、はい、顎がもし出てたら、はい、俺も多分今日やられちゃったかもしれないですよ。今アイス飲んだもんって話してると思うけど全然大丈夫だった大丈夫だったっすか。気持ちよかったよ。ああなるほど、うん、3メートルぐらい飛んだけど飛んでましたね最後、うん、最後の1本真後ろにね正しく疲れるとああなるね。あれ話脱線しますけどあれはもう月来ると思ってたんですか。もうちょっと思った思ったけどいやすごかったよね。でもそうですね、どうし、ま、迷ったっていうか、はい、来るのかなって
ていうのことを、あ、月は来るだろうなと思った、はいはい、思ったんだけど、でもその打とうとしてるところに行ったら乗れるかなってちょっと思った、はいはいはい、で俺がうのところにドーンってつけてて違ううになってたよ。このうになってた、打とうのうからうーってなってあ、そんな感じでしたね。 そんな感じでしたね。そうそうそう、あれ本当動画撮っとけばあったわ。あ、そうですね、別に撮ってなくてもいいけど、いい月だったっ、ね、いい月だったね。でも あんな月を食らってもやっぱ下手がいいから全然気持ちいいだダメージがない、気持ち、うん、ダメージないよ、全然間違ってない、間違ってない、その理論は俺は思う、頸椎にはダメージはない、ないよ、ないよ、いい面使ってるんですね。そうだね、 あれ今日使ったの何の面ですか。今日はイオリ、いやイオリじゃなくて、あれもちょっとサンプルなんだけど、はい、あれは8ミリのあのこう洗ってある面なんだけど、あれ折り差しですか、折り差し、ブシューの折り差しコンタンで、あれもすごい自分では気に入ってる、よく使ってますよ、うん、あれはもうこの稽古の時にいつもそうですよ、ね、うん、やってるんだけど、あれすごい気に入ってて、あのつけた時の、まあ、もちろん物見があってるとかそういうことあるけど、はいはい、あの内輪とかもこうちょっと立って立ち気味でつけてるんで、あの内輪自体が顔を支えてくれてるから、あ、まあ、その時点であまりもう面が落ちないような感じ、はいはい、ストレスがない、うん、で布団があの結構低反発にいい感じ、あのミシンのこう縫いピッチとかもちょっと変えてるんで、あの面紐がつくところだけ色がすごい落ちてるんだけど、はいはい、すごいフィット感があるんで、あれ今一番あの使ってるんだけど、あの肩とかも全然全然大丈夫、全然いいです、うん、あれ使いすぎてもう色がちょっと薄くなってきちゃった。あれ今物見って言ってましたけど、うん、やっぱ物見は大切じゃないですか。大切ですよ、まあ、やっぱ昔のその防具ってあんまり物見合わなかったじゃないですか、うん、合わないことが多かった、ね、うん、とか、うん、あの経年劣化で物見がずれちゃう、はい、要は内輪がずれてくるから、はいはい、いや下手っちゃって、はいはい、でその下でこう見てたり、うん、で見るたびにこう下向いたり、はい、上向いたりとかして調整してたんですけど、はいはいはい、最近なくなったじゃないですか、まあ、物見結構合うようになったじゃないですか、うん、結構いろんな先生があの物見合ってないよって言ってるとか、してくれるようになったから、ね、あとじゃあそれがその面の付け方で解消できるんだったらまだいいんですけど、そもそものサイズが合ってなかったりとか、うん、ね、その顎先からその眉間のところまで何センチっていうふうにこうやっぱ測ってないとダメじゃないですか、うん、で逆に言えばじゃあ物見があの納品した後に物見がちょっとずれてきちゃったんですって言ったら対処法は何かあるんですか。ありますよ、それは。あるんですか。ありますよ。あの基本的に、はい、剣道の面ってちょっと小さめに作った方がいいんですよ、はい、なぜなら内輪と、はい、天地、まあ、おでこに当たる部分と顎に当たる部分は綿なので、はい、使っていくと、まあ、へたるって言ったらちょっとおかしいけど、はい、まあ、馴染む、はい、例えばお布団とかも、はい、綿の入れ直しとか打ち直しするじゃないですか、はい、やっぱ汗するとやっぱへたるんですよ、はい、そうするとあのそれを見通して作るんですね、ちょっとちっちゃめに、うん、はい、でその綿がこう馴染んだ状態がぴったりが一番いいんだけど、はい、やっぱり最近こうできるだけ早くあの馴染みたいっていうことで、はい、ちょっとこう内輪を少し大きめにしたりとか、うん、であの綿をちょっと少なめにしたりとかって言って、まあ、例えば今日かぶっても大丈夫だと、はい、使っていくと大体物見が下がっちゃうんですよ、はい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 、あの顎の部分が下がるんで、はい、だからそう要は自分の 目よりも上に、そうそうそう、あの6本目、まあ、一般男性だったら6本目と7本目の間が物見なんだけど、はいはい、7本目がかかっちゃうとか、はい、ですよね、7と8の間で見ちゃうとか、下向いたり上向いたりして調整しだすっていうことですよね。そうそうそう、だそれは内輪を締め直す、はい、うん、それでこうもう一回上げて顎を上げてあげる。逆にちょっとちっちゃすぎたなって時どうするんですか。顎を落とす、できるんですか。それも木枠があるんで、それで顎をちょっと落としてあげる。結構落ちるんですか。落ちる落ちる、1センチ全然落ちるんです、うん、だからその、あ、そうなんですか。それはどっちかっていうと、はい、まあ、小学生でも中学生でも、長く使っていって自分が大きくなって面がちょっとちっちゃくなっちゃったんですよっていう場合に、はい、まあ、できない素材もあるけど、その時にちょっと広げてあげる。で広げる時は基本的に顎をちょっと落とし目というか、はい、そっちが広がるんで、まあ、物見舞う、はい、うん、ほー、やっぱどっちも大丈夫ですね、うん、やっぱ物見大切ですよね。物見があってれば、まあ、とりあえず、うん、あの構えることはできるっていうか、うんうん、正しい構えって、うん、自分自身の正しい構えにはなるんで、うんうん、そうそう、そうじゃないと自分がまっすぐでも面が曲がってる人とかもね、はい、そうですよね、いちゃうから、うんうん、そうですね。何が一番こう、なんていうんですか、その面
面を仕立てるっていうか、はい、その面を注文をもらった時に、はい、何にこう一番気を置くんですか。もちろんそのサイズってそのほっかむりとかね、はい、この鉢巻きの部分とかあるけど、はい、その数値だけじゃ何とも言えないじゃん、はい、だって顔の形があるから、はい、あの同じ70の人でも、はいはい、物見が高い人もいれば、うん、低い人もいれば、うん、細い人もいれば丸顔もいるから、うんはい、それに合った内輪を作る、それに合わせて仕立てるっていうことがやっぱり一番かな。なるほどな、うん、そういうところにやっぱ気を置くんですね。そうですね。あとはあの布団の、ま、綿布団自体 の、 その仕上がりっていうか、そのさっきで言う衝撃吸収がありながら、はいはい、こう低反発でこう肩もついて、うん、っていうのはやっぱこれは多分永遠のテーマっていうか一番重要じゃない、うん、だってもちろん仕立て方とかもあるけど、はい、つけた時に痛いとか、さっき言ったそのこめかみが痛いとか、はい、鉢の部分が痛いとかっていうと、はいはい、ねえ、ちょっと頑張れでしょ。その面つけるのやめようかなって思っちゃうよね。思っちゃいますよ、うん、新しい面つけるときは必ずやっぱもう一個面持ってくんですよね。ああはいはい、あでもそれ分かる。痛くなっちゃったって、で途中例えば切り返しだけそれつけて、そう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 、そっから新しい面でしょ、はいはい、やっぱ そういうふうにやっていかないと、うん、やっぱ稽古中にストレス感じちゃう方がやっぱいけないと思うんで、うん、それはよくやってますけど、面白いな、面白いわ。でみんなそう、みんなね、やっぱコテもそうですよ。新しいコテつけるときは、うんね、コテ2個持ってって、ね、でやっぱちょっと今日ここまでにしようと思って、うん、で、うん、普段使ってるコテ使ってやると、はいはいはい、やっぱ、あ、やっぱ調子いいわみたいな、うん、でもそういうふうにやってから慣れないですもんね。絶対そうだよね、はい、うん、俺もそう思うな。でも逆にそうじゃない人とかもいるじゃん。もうずっとすごいよね。すごいです。我慢、忍耐強い。新しい剣道具を揃えてもうそれだけで、はい、もうバッチリ決めて、もう打てない、打てないです、はい、カチカチだしね、やっぱそれは。でもやっぱあのこの前ツイッターでそれこそグロー野球のグローブを納品するときにめっちゃ揉んでたんですよね。あの武藤さんがリツイートしたんですけど、はい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 、でそれやっぱ剣道とやっぱ革製品って一緒なんだなと思って、うんね、やっぱ面を納品になるときは、うん、あの防具屋さん行ってめっちゃ揉んでくださいって言うべきですよ、ねうん、めっちゃ揉んでくれって。だコテも叩くし、はい、面布団も叩くし、まあ、これでも買ってくらい叩いてもらって、うんうん、その方が使いやすいですよね、うん、いいっすよ、うん、ぜひあのこれから面を購入される方は、はいはい、もうわがまま言って叩いてくれて、はい、そうですね。であのこれ言いたい、あの店舗に行って購入した時は、はい、絶対に店舗でつける、あまずつける、うん、つけてその物見なり何なりサイズなりを見てもらって、はいはい、そこが痛いんだったら痛い、はい、ここは緩いんだったら緩いって言って鏡に何なりを見て、それから帰る方が絶対いいと思うわ。それってあのスタッフが一回つけてくださいってあんま言わないですか。言うよ、ん、言うよ。あ、言うんですか。うん、俺は絶対言う。あ、うん、その時にあいいですいいですって帰っちゃう人もいるんですか。あ、そうそうそう。でほらつけ方もあるじゃん、はい、うん、そのつけ方とかも、あ、そうですね、こういきなりこう目紐かぶったら目紐の長い方をガーって縛っちゃうと、はい、あ、それちょっと物見合わないんでってなるから、それも含めてみたい。あ、やっぱ 目の後ろでなるべく結んでくださいねっていう、うんうん、そう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 、うん、なるほどね、はい、そっかそっか、わかりました。はい、はい、今回の放送をいいなと思ってくれた方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。